モンスターズ。残念だが、この角笛は本物だ。確かにあの時盗まれた竜の角笛だ。白野さん、ヒゲだろう。10年前この笛の警備についていて殺された兵士は全て私が団長を務めた騎士団の団員、私の部下たちだった。なぜ私があの場にいなかったのかと考えるとやりきれなくなる。彼を責めてもドラゴンは必ずここに現れるだろう。私に戦わせてくれないか、ドラゴンと。本当ですか、白野さん。やった、白野さんがドラゴンを倒してくれる。みんな待って、無茶よそんなの。いくら白野さんでも無理だわ。ドラゴンに勝った人間なんて聞いたことがないもの。人とドラゴンなんて勝ち負け以前の問題じゃない。次元が違うのよ。それはどこの誰よりもよくわかってるはずでしょ。こういう事態になることは10年前から予期できた。これだけは阻止せねばと笛を探す旅を続けてきたが、できなかった。今の私にあるのは意味のない武功と一流とは名ばかりの称号のみ。そんな、せめてけじめをつけたいんだ、一介の剣士として。おうおう、かっこいいかっこいい。でも7年前の大奇襲と違ってこの町の人間は逃げりゃ助かるんだぜ。てめえは建物のために命を落とす気か。貴様のせいでこうなったのに勝手なこと言ってんじゃねえ。そうよ、よさまなの人殺し最低。人殺し、とりあえず切腹だ。てめえは腹切れ腹。てめえら言わせておきゃ。はめたまえ、切腹なんてくだらない責任の。誰がするか。次期ドラゴンが現れる。さあ一人残らずこの町を出るんだ。全力を尽くすが、この町を守りきる保証はない。白野さん、白野さん、私が負けた時は、その時は許してくれ。おい、みんなもう逃げてったぞ。うるさい。お前、大奇襲の生き残りなんだってな。そんなに怖えのかよ、ドラゴンってのは。ヒゲ太郎も有名な剣士らしいじゃねえか。おい、どうしたんだ。やっぱり無謀すぎる、ドラゴンと人なんて。せめてけじめをつけたいんだ、一介の剣士として。戦いにならないわよ。ヒゲ太郎止めに行くんだろ、無駄だと思うぜ。白野さんはこの町のために死ぬ気なのよ。あんたみたいな低俗な人間をかばって一人で全部背負い込んで。おい、そのまま振り返らずにこの町を出るんだ。よせ、見るな。白野さん、それにさっきの。全力を尽くすが、この町を守りきる保証はない。私が負けた時は、その時は許してくれ。嘘。ぼーっとしてんだ、見つかったら殺されるぞ。最高に立ちの悪い火事場泥棒か。哀れすぎてかけてやる言葉も見つからねえ。諦めろ。あの侍笑っちまうぜ。お前の言う通り、さや当てしたらよ。ラペーだと。おかげでまた7年前の町のようにありったけいただいてドラゴンに町を消してもらえば、この竜の角笛で。また10年、いや今度の分だと25年は遊んで暮らせるぜ。
そういえばな、この町に7年前のガキがいやがってよ。また会えて嬉しいってよ。本当か？二度もドラゴンに町を消されるやつだってそういないぜ。かわいそうにな。あいつのおかげで今や俺は剣士の鏡だからな。あの時みたいに奇襲かけて面倒な人殺しもしなくていい。あん時の俺らじゃ芝居してもリアリティが足りなかったろうからな。いや焼き尽くせ、燃やしちまえ。ドラゴンだ、みんな起きろ、逃げるんだ。なんでドラゴンなんか。くそ、俺たちの街が。なんてこった、森が、山が燃えてる。この街は八方山に囲まれてんだぞ。これじゃ街を出られないじゃないか。出なくていいんだよ。この奇襲事件は全て謎に消えちまうんだから。誰か助けて。ん？パパとママが家の下敷きに。お願い助けて。フレア、人を呼んできてくれたのか。すまん、あんた手を貸してもらえるか。うわー、ディアール、お前宝持って先に引き上げろ。ああ、せっかく町一つ潰したんだ。金もがっぽり手に入れたことだしな。ん？ついでに名誉もいただこう。あの女がそれ知ったら自殺するぜ。きっと信じてた人間が自分の町を潰して親も殺してたなんてよ。気がついたかい。パパとママは？すまない、助けてやれなかった。許してくれ。そういうことだったのか。ん？ひどいこと言っちゃったね、人殺しなんて。あんまり落ち込んでねえな。落ち込んだって、あいつらが面白がるだけじゃない。頭にくるわあいつ。それにここでくよくよしてるくらいならとっくに自殺してるわよ。あんたも逃げた方がいいわ。ん？話聞いてたでしょ。どっちにしてもドラゴンは来るって。おい、なんだ、逃げてねえじゃねえか。やっと来たみたいだな、主役が。でもまだまだ取り切ってないぞ、この町の宝は。来たか、もうシラノさんにかけるしかない。くそ、なんで俺たちの町が。あの侍のせいだ。どこの馬の骨かも分かんねえやつのせいで。信じよう、シラノさんを。大体平気でさや当てするようなやつなんざ、まっとうなつわものの心がねえ証拠だぜ。
れちまったか。まさかまだ町に人間が残ってやがっただろ。そうです、そうです、お察しの通りです。私実は悪者なんです。世のため人のため戦う気などさらさらありません。7年前の大中は私どもがやりました。白野さんは剣士たちの鏡だ。10年前に私の部下を皆殺しにして竜の角笛を奪ったのも私たちです。やった、白野さんがドラゴンを倒してくれる。儲かる儲かる、悪党はやめられねえよ。てめえは濡れ衣かぶって死んでやがれ。白野さんはこの町のために死ぬ気なのよ。にゃクズが。こんなバカなことが、なんで白野が負けるんだ。なんでだ。白野だぞあいつ、腐っても健康白野だ。なんで負けるんだ。何しやがったんだてめえ。ちょっと待てよ、そこを動くな。さっき壊した角笛はよ、偽物なんだ。本物はここにある。まだ間に合うんだ実は。だがこの笛があれば誰でもドラゴンを操れるわけじゃないんだぜ。俺だって吹きこなすのに3年かかっちまった。わかるな。要するにあのドラゴンを止められるのは俺だけなんだ。だから俺を殺せば完全にこの町は。俺はよそ者だ。でかい。無理だ、白野さんでも。死のう、この町と一緒に。あいつ。バカでけえトカゲだな。何食ってやがったんだ。お、なんだお前、逃げたんじゃなかったのか。ええ、避難してたわ。あんたこそ。もう死のうなんて考えるな。楽しくないらしいぞ、死んだら。そんなに強いのに、リュウマなんて聞いたことないわ。なのにこの町のために命がいくつあっても足りないような無茶な戦いを。戦いってのはよ、手柄を立てて手に入れたものの大きさより何を守ったかで価値が決まるんだ。それと俺2回戦ったからお前に貸し一つだぞ。また飯でも食いに来るから忘れんな。あの変なやつと白野がグルだったなんて。騙してやがったのか白野の野郎。本当にこれあの侍が。思い出した、リューマッドキング。え、助けられたみんながつけた名前だから本人は知らないだろうけど。キング。ああ、世界一の強者の心を持つ剣士だ。あ、そういや腹減ってきたな、戻ろうかな。いいか別に。
チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしく。